どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のジェットです。ということでね、ジェットと一緒にやっていきたいと思います。その前に、オンラインサロンの方、楽しくやらせていただいてますということでね、サロンメンバーと一緒に楽しくやらせてもらっていて、困ったことにもね、すぐに相談の方にも乗れています。なのでね、特に、子犬飼ったばっかりで分かんないことが多いとか、どんな風にしたらいいのっていう方は、最初の1年間お守り代わりに入っていただいて、いろんな相談ね、していただいていいのかなと思いますので、時々ね、本当にね、Zoom で直接話しながら相談に乗ることもやってますので、もしよかったらね、そちらの方もご検討してみてください。では内容の方に入っていきたいと思います、ね、まず今日は何を話すかっていうと、今ね、ジェット君、ケージの中に入ってますね。今の状態見ててどうですか？出してってやってますよね。なんか出してってやったりとか見てると、なんかこうかわいそうだなって感じたりとか、ね、あとは、どうやったらうちの子もね慣れてくれるのかなとかね、今の状態見てると多分いろんなこと考えちゃうと思うんですけども、今日お話しするのはね、ケージから出してと愛犬が騒いじゃう理由参戦というわけでね、なんで騒いじゃうのかなっていうのと、あとはね、どうしたら慣れてってくれるのかなっていうことにお話を今回はね、していきたいと思います。まず最初ですね、一番多い理由としては、疲れていないのに休む苦痛ね、これもう本当にね、皆さんもね、感じたことはあると思います、ね、もちろん疲れてる時って皆さん休みたくないですか？休みたいですよね。でそのタイミングで使ってあげると、文字通りね、休憩所になります、ね、ところが、ワンちゃんが、出して出して遊んでっていう時に入れることによって、閉じ込める監禁に近いような感覚になりますよね。なので、まずはね、疲れていない時に休みなさいって言われた時、皆さん休みますか？休んでるの苦痛じゃないですか？何かしたいと思いませんか、ね、なので、ね、ワンちゃんをまずはきちんと休ませるっていうことは、まずは大前提として疲れなければいけません。なので、子犬の子たち、特にお散歩前の子たちですね、お家の中でしっかりボール遊びしてあげる、もしくは家の中でもお散歩ごっこをしたりしながら、短い時間でしかこう、なんだろう、遊びってできないんですよ。長い時間出すとトイレの失敗とかしちゃうから、まあ、10分とか15分とか短い時間で遊んでもらう。でそれは何回やっていただいても構わないんですけども、大事なことが必ずね、ワンちゃんが疲れてから休憩に入るってことですね。例えば10分間15分間でワンちゃんを出して、なんとなくねダラダラしちゃってる時ってありません？例えば遊ぶ時っていうのは、ワンちゃんが例えば排泄終わった後に出してあげたら、ロープにねぬいぐるみつけてあげたりとか、部屋の中でボール遊びしたりとかね、ワンちゃんがいっぱい走って遊んで、もう疲れたから休みたいよってなる状態まで、何回か遊んであげる必要性っていうのは出てくると思います。でそこでワンちゃんが中に入った時に、伏せして休むような形になってきたら、そこからね、そこが休憩っていう認識に変わってくると思います。なので、一番最初は疲れていないのに休むことをワンちゃんは非常に、これは人間以上に苦痛に思ってると思って間違いないです、ね、なので一番大事なことっていうのは、ワンちゃんを疲れさせてあげる、ね、これが非常に大事です、ね、例えばよいしょ、ね、出して遊んであげてもいいですよ、ね、例えばボール遊びしてあげたりとか、あとはね、お座りとかお手とかね、おかわりとかやりながら、トレーニングを一緒にやっていく中でもね、ワンちゃん頭一生懸命使うとね、きっと疲れてくれることでしょう、ね、でそこで疲れたかなと思った頃にハウス、ね、ハウスに入ったらいい子だねって言って褒めてあげることによって、ハウス、ね、はい、いい子だねって言って褒めてあげることによって、ワンちゃんはハウスの中で休むということをね、覚えてくれるようになってきます。なので、トレーニングをしてもいいです。遊んであげてもいいです。で中に入れてまだ出してってなっちゃう時には、まだ自分たちの遊びがちょっと足りてないんだなと思ってください、ね、ワンちゃんたちは子犬の時は もっとなんですけども、人間の子供以上に遊びたいっていう気持ちは強いと思ってください。で例えばワンちゃんたちってよくね、最終的には3歳児くらいの、ね、知能って言われてますけど、この子たちは10歳になっても12歳になってもボールで遊んだりとかね、楽しそうな表情を時折見せます、ね、永遠の子供ですね。なので遊ぶとかっていうことは非常に大事で、この子たちはどれだけ疲れるぐらい、エネルギーを表に出せるのかっていうのが、その後のね、休憩が苦痛になるのか、それともちゃんとした休む時間として認識できるのか、ね、そこは運動量イコールになってくると思いますので、必ずねワンちゃんを疲れさせてあげてから休憩するっていうリズムを作ってあげる必要性が出てきますので、そんな風にねしていただけたらいいのかなと思いますので、もう1個目の理由分かりやすく言っちゃいますね、疲れてないのに休むことはワンちゃんにとって非常に苦痛です。それは
別にワンちゃんが病気とかね、怪我とかね、で特別何かでぐったりしてる時以外は常に出してっていう気持ちが強いです。なので発散させてってあげないといつまでたっても我慢を覚えません。でそこでずっと泣いてたりとか吠えてたりする中で出してあげるっていうことを経験しちゃうと、この子たちはもうできれば本当だったらずっと出てないんですね。で休むっていうメリハリも子供の頃はつきません。でもつけていかなきゃいけないんです。なのでワンちゃんたちには必ずね、諦めやすい状態を作ってあげないといけないので、いっぱい運動させてあげて疲れてる時だけ使うぐらいの認識でもいいです。本当にね、本当にそのぐらいの感覚で使っていただけるとワンちゃんもね、休憩する場所だなっていうのを認識してくれると思いますので、そんな風に使ってみてください。2つ目の理由ですね、誘惑の多い環境ですね。例えば今もそうなんですけど、私が今ジェットの隣にべったりついてますね。こんな状態でいたらワンちゃんはいつ構ってもらえるのかな、出してもらえるのかな、落ち着かないですよね。で一緒にいちゃいけないわけじゃないんですよ。一緒にいるんだったらよりワンちゃんが疲れるようにしっかり運動させてってあげないと、もちろんね、近くにいるの分かってます。なので私がこうやって動いたりするとそれに合わせてジェットは反応しちゃいますよね。近くなれば近くなるほどワンちゃんにとっては誘惑が強くなりますね。なので同じ部屋にいる中にサークルを置いてて、特にそこで休んだりっていうメリハリをつけたいってなってくると、しっかりとした運動をとっていってあげるっていうことが非常に大事になってきますね。じゃないと諦めがつかないんですよ。ワンちゃんも諦めるっていうことって非常に大事で、例えばね、出してって吠えちゃいますっていう方、1時間も2時間も吠えますっていう方、ワンちゃん疲れてないんです。なので暇なんです。で一生懸命エネルギーをご飯を食べて溜め込んだんだけども、使うことが何もないんですね。そうなっちゃうと、我慢がワンちゃんはできなくなってきちゃいますし、ただでさえできないところにまた人が近くにいたりとか、ちょっと自分をこうやって動いたりするだけでも、あれ、もしかして僕の出番、私の出番、その都度ワンちゃんたちは期待しますね。なので、一番大事なことっていうのは、もしね、本当に子犬の時に、人が動いたりするのを本当に気にしちゃうぐらい、ワンちゃんも、ね、エネルギーが高くてで遊んでが強すぎる場合は、ゆくゆく同じ部屋でいられるようにするのはもちろんすごいいいことなんだけども、最初どうしてもの時は分けちゃうのも一つですね。例えばね、見えててもう近くにいるの分かってるのに我慢しなさいっていうのと、誰もいない部屋に移動して休んでるのっていうのはワンちゃんの精神状態も全く違うと思いますね。期待しなくていいんですよ。そのドアが開かない限りは自分の出番は来ないんだと思ってぐーぐー寝ててくれた方が、もちろんワンちゃんも諦めやすいので、将来ね、ちゃんと諦めるように教えていってあげて、諦められるようになったら一緒の部屋で過ごすっていうことはもちろん大事なんだけども、うちの子ちょっと元気いっぱいでいくら遊んでも疲れなくて、なんかどうしても吠えちゃってダメなのよっていう方の場合は、最初はお部屋を分けてあげて、慣れてきた頃に合流してあげてってやっていってあげると、誘惑の多い環境で失敗を繰り返してやっていくよりも、その方がね、自分は非常にいいんじゃないかなと考えております。3つ目ですね、狭いところに入るよりも暇なことが嫌いです、ね、ワンちゃん暇にしてると吠えちゃいます。なので自分もよくね、昆布を使ってくださいって言うんですけども、昆布を使えばワンちゃんがおとなしくなるわけじゃなくて、使ってる間一時的だけどもやることがあるからおとなしくできるっていうことですね。なのでもちろん運動だけでカバーしていくことも可能です。ただそれってものすごい運動量が必要なので、そういう運動をねちゃんとしてあげられるっていう方は運動だけで目指すことももちろんできます。ただそれだけでは難しいよっていう方の場合は、食事を昆布で与えるようにしながら、昆布で暇な時間を潰していってあげると、よりねケージサークルのイメージっていうのは良くなっていくのかなと思いますので、ぜひねそんな風に上手に使っていただけたら一番いいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、ワンちゃんもちろん元気いっぱいな時はね、ハウスに入ることよりももちろん人と遊ぶことを選びますね。それがもちろん永遠のテーマじゃないですけど、ワンちゃんたちには、何歳になっても遊び心はなくなりません。永遠に遊んでほしいんですね。なので、しっかり我慢するとか、ね、ちゃんと諦めるっていうことを教えてあげるときには、そのためにはね順序が必ず必要になってきますね。なので、この子たちにきちんとね自分たちが伝えたいことを伝えてあげるようにするためには、その前にまずは座りね、座り、待てね、待て、座って、待て、あ、いいね、おかえり、こんなのも手に貼っちゃったね。でもいっぱい遊んであげながらやってってあげると、ハウスね、ハウス自体もスムーズに使えるようになってくると思います。なので、もしね、ケージの中に何か入れてもダメで、叱ったりとかね、中にはケージでこうね騒いだりすると
バーンってやったりする方も中にはいると思うんですけども、もしね、ちょっとねワンちゃんを例えば静かにできるように注意するとかっていうことをしちゃいけないっていうわけじゃないんですけども、ただねワンちゃんが元気いっぱいであればあるほどいくら叱っても無駄です。なのでそのね叱るっていう行動をする前に一番大事なことはどうやったらねワンちゃん自身が自分で休むっていう方向に、自分の気がねちゃんと向いてくれるのかどうかっていうのを考えていかないと本当の解決にはね、ならないんじゃないのかなと思いますので、ぜひねワンちゃんに対して、ちゃんとね、諦めやすい環境を作るっていうことですね。なので、疲れた状態をきちんと作ってあげるっていうことと、誘惑のなるべく少ない環境を目指していきましょうっていうことと、狭いところよりも暇なことが嫌いです。なのでやることも作ってあげればワンちゃんはよりね、ケージやサークルの中で楽しくおとなしくすることを覚えていくと思いますので、ぜひ皆さんもね少しずつちゃんとワンちゃんを、疲れさせてあげて苦痛な、休憩にならないようにしてあげながら一緒に楽しくワンちゃんと一緒に生活してみては、そうやっていかがで、はい、わかったわかったわかった、早いね早いね、いかがでしょうか、はい、わかったわかったわかった、よし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 。